everyone. ハワイ外出禁止令が出て Day 3だし、公立の小学校は4月の7日までの休みが、4月30日まで休みが延長されました。ハワイのですね、コロナウイルスのソーシャルディスタンスをした場合のピーク、感染者数のピークは5月の中旬と言われてまして、5月の中旬にピークを迎えて7月の頭ぐらいに向けてもうどんどん収束していく、予想があるんですけど、それを考えるとおそらく公立の学校はもう今年は学校には戻らないと思いますね。今もうワイキキのホテルはどん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 シャットダウンし始めてます。モアナサーフライザー、ハレクラニもそうですし、従業員の方はほぼ9割マネージメントを人を動かしてアンペイド、無給の長期休暇、一時解雇になって、みんな失業保険の方の申請始めてるんで、失業保険のシステムがすごい今パニック状態です。そんな中今波がすごい、風もすごい入ってきてるんですけど、ガンガン入ってきてまして、昨日は夕方ちょっと行きましたけど、あまりに大きすぎてダブルオーバーで全然乗れなくて、不動産関係で言いますと4月の30日まではコミュニティ感染を防ぐために倫理上の判断としてオープンハウスは一切開催されなくなりました。オープンハウス登録しようとしても協会のシステムが受け付けないようになってます。その代わりですね、コメント欄に普段は入れられないビデオとかの URL を入れられるようになったので、まあ、不動産を購入検討されている方はバーチャルな、まあ、動画を中心に、情報を入手することができるようになってます。これを考えますとこの時期特にですけど、これからは360度動画とかを使った動画でのマーケティングっていうのはすごい大事になってくるなって感じてます。僕の持ってる360度カメラはいまいちなので新しいの欲しいんですけど、そうするとあのサードベンターのソフトウェアを使ってオープンハウスみたいに360の画像でこう自分でクリックしていろんなところに進めるようなことができるので、そんなことも考えたりしてます。あとはバーチャルオープンハウスみたいにしてウェブミーティングをオープンハウスの場所で開催するとか、360のストリーミングしてみたりとかっていうのが考えられると思います。まあ、いずれにしようですね、購買意欲っていうのはどれぐらい影響あるかっていうのは未知数なんですけど、おそらく投資用に関しては様子見が続くと思います。実需、あのハワイローカルの人向けのまあ、ニーズはおそらく継続してあるので、今競争相手が少ない間に買いたい人っていうのはチャンスかもしれませんね。そんなところで今日もちょっとだけ仕事をこなしてさっさと家に帰ります。それでは Until next time マハロ。